マジックミラーは、アリス川アリスが1990年に発表した3作目の長編推理小説である。本作は、第7章のアリバイ講義で知られる作品である。双子の入れ替わりによるアリバイトリックの第一の事件と、首と両手を切断した顔のない死体を利用したアリバイトリックの第二の事件とで構成されている。琵琶湖の側にある、ヨゴコの柚月家の別荘で、 妻のめぐみの死体が発見された。彼女に1億円の保険金がかけられていたことから、警察は、夫の真一と、双子の弟の健一を犯人として疑う。しかし、犯行時刻に真一は、博多、健一は、坂田にいてアリバイは完璧だった。捜査が行き詰まったまま、月日が過ぎ、捜査本部が解散するとの噂を耳にした、めぐみの妹、三沢ゆかりは、 かつて姉と交際していた、推理作家の空地正也と共に、私立探偵に双子の調査を依頼するが、不審な点は見つけられなかった。ところが、半年後、予後湖畔の別荘で首と両手を切断された死体が発見される。死体は、真一と健一のいずれかと思われたが、双子の片方も行方不明で、死体を見た近親者でも双子のいずれとも判別がつかなかった。 捜査が難航する中、健一の内縁の妻、美穂の夫の高井秀治が容疑者として浮上する。高井のアリバイを証明する、ンバというスナックが、南中を探しても見つけられなかったのだ。美穂とゆかりに、高井の無実を証明するため、ンバというスナックを探してほしいと頼まれた空知が、捜索に乗り出す。本作第7章、アリバイ講義における、関西。 大学ミステリ連盟夏の,の例会での空チマサヤの講演でリクスンカーの3つの棺の密室講義における密室トリックの分類に倣ってアリバイトリックを9つに分類したもの。概略は以下の通り。作品例など詳細な分類はアリバイ、アリス川アリスのアリバイ講義を参照。ありがとうございます。